それは、未だかつてない洗濯体験嘘、もう終わってるアクロンスマートケア新開発、すすぎゼロ洗浄だから水、電気、洗濯時間まで全部半分にしかも、ライオン史上最高レベルでシワよれなし劇的スピード、劇的綺麗一回試してみてすごいからアクロンスマートケア、新発売 えとそうですねあのお仕事ではきれいめのワンピースとかきれいめの服が多いんですけどプライベートでは子供と遊んだり、まあ、子供とご飯を食べたりするとすぐなんかこうね汚れた手で触られてママ、まあ、って触られたりとかいつ汚れてもいいようなカジュアルな洗いやすいものを買うように選ぶようにしてます。 気に入ったものはそうですねもう10年ぐらいあるものもありますねやっぱ洗濯してくたっとしない長持ちする洋服っていうのを選ぶようにしていてまあ、洗濯してみないとわからないものもあるんですけど長持ちしてるものは10年ぐらい持ってる洋服とかもたくさんクローゼットにはありますかなり確認しますねあとお店の方に聞きますこれは洗濯できますかとか 必ず聞くようにしていますねやっぱりクリーニングに出さなきゃいけないお洋服だとそれなりに毎回値段もかかってしまいますしそういうのは諦めてやっぱり家ででおお洗濯できるお洋服を選ぶようにしていますこだわり当たり前のことかもしれませんが、まあ、色物は別で洗うとかあとはやっぱり洋服にあんまり細かい毛がつくのが好きじゃないのでゴロゴロとかもめんどくさいので。 あのタオルとかそういうケバケバが出てくるものは別で洗うとか結構分けてますかねでやっぱり子供が生まれてからはすごく天気とかも気になって晴れの日をチェックしながら洗濯する日を決めるようにしてますそうですねあの洗剤によってやっぱりおしゃれ着だったりとかまあそういう普段わしゃわしゃ洗っていいものって結構洗剤で分ける人も多いと思いますし あの私もそうしてたんですけど今回のアクロンスマートケアはおしゃれ着も普段着も同じ洗剤で洗えるっていうことでめちゃくちゃ嬉しいですねなんか一緒に洗っちゃってもいいのかなとか思っちゃいますし柔軟剤もいらないそうなのでこれもまたお得でいいなってもう早く家に欲しいなと思ってます。えー、コーヒーヒ飲みたい <laughs> です一息つきたいですねやっぱりあの仕事に行く時間を計算しながらはこれちょっと時間足りないかなとか1時間間に合わないなって諦める日とかも結構あるのでそれがやっぱりすすぎがいらないとなると時短になるのであの仕事前にあのできる洗濯物も増えてくると思いますしうーんもう助かることだらけですよね。うーん いろいろやっぱりその分けて洗濯物もするので回数も増えてしまうのでその分やっぱりすすぎがいらないというこのお得な感じが私にはもってこいだなと思って時短だしいいいなと思いますね面倒だと思っていたお洋服のケアが劇的に早く劇的に綺麗に仕上がる新次元のお洗濯です是非一度「アクロンスマートケア」を使ってみてください